ハイブリッドロケット。ハイブリッドロケットは層の異なる2種類の推進剤からなるロケットエンジンシステムである。最も一般的なものは固体燃料が置かれた燃焼室へ液体か気体の酸化剤を供給することによって燃を起こし生成したガスを噴射してその反動で進む。最も単純なハイブリッドロケットの形式は高圧で充填された液体または 気体の酸化剤をバルブで制御することで燃焼室に導き燃焼室内に成形済みの固体燃料と反応することで燃焼する燃焼ガスはポートと呼ばれる燃焼室内の燃料管に形成された通路を通りノズルから噴出して反動で水力を生み出す酸化剤には通常気体か液体酸素もしくは酸化窒素等を使用する燃料には ABS 樹脂やアクリル樹脂や合成ゴム、あるいは氷で固めたアルミニウム粉末などが用いられる。固体燃料ロケットの推進剤に含まれる、酸化剤の化塩素酸アンモニウムを含まないので、燃焼がに有毒で発ガン性があり、酸性油や地球温暖化やオゾン層の破壊をもたらす、塩素化合物を排出せず、環境に優しい。燃焼によって生成される、 生成物の分子量が小さいので従来の固体燃料ロケットよりも水力が高いという特徴を有する。ハイブリッドロケットの飛水力は固体燃料ロケットよりも高く炭化水素系推進剤とほぼ同等である。金属化された燃料を使用したハイブリッドロケットでは400秒という高い飛水力が測定されている。また、ハイブリッドシステムは 固体燃料ロケットよりも複雑ではあるが、固体燃料の製造や運搬、取扱いにおける危険性が少ないことで相殺することできる。世界初の民間有人宇宙船であるスペースシップ1に採用されたのも、そのような特徴を買われたからである。全体的にハイブリッドロケットの開発は液体燃料ロケットや固体燃料ロケットと比較して遅れている。 開発が進まない一因として低燃焼速度に起因する単位重量ごとの水力が低いというようなハイリッドロケットで解決すべき課題はすでに液体推進剤と固体推進剤では解決済みでそれらはそれぞれの特性に適した用途への開発が進んでおりそれらに対して優位性の乏しいハイブリッドロケットの 開発は克服すべき課題の困難さに対して利点が少ないからであるとの指摘もある。ハイブリッドロケットの開発は1937年にすでにドイツのヘルマン・オーベルトが開発に着手していた。その後、1960年代まで各国で断続的に細々と研究が続けられてきた。1961年頃までは燃焼効率が低く、推力はおよそ程度で、 ハイブリッドロケットの境界層燃焼は1961年から1962年頃まで燃焼機構が不明確だった。1963年にはインドで水力のハイブリッドロケットエンジンが開発され、この頃からフランスやスウェーデン等各国が開発に取り組むようになり、1964年頃にはフランスがレックス観測ロケット、1965年頃には スウェーデンが SR-1 観測ロケットをそれぞれ開発した。アメリカ合衆国では、ユナイテッドテクノロジーズ、チオコール社のリアクションモーターズ部門とエアロジェットゼネラが開発した。スウェーデンではと水素化、アルミニウムリチウムのような添加剤を赤炎症酸の添加の遅れを減らすために少量、添加されたアミンを主成分とするタガフォームと称される燃料が使用された。 このようなシステムの添加の遅れは2から3ミリ秒だったと、される。この推進剤は粉末を型に入れて加圧して、成形され、脆く、衝撃に対して敏感だったので望ましいものでは、なかった。フランスでは赤炎症酸と、自己着火性の N、メタトルエンジアミン、NMTD と、ホスファー、リンサントリエヌ、メチルイミドが使用された。アメリカでは酸化剤として、 硝酸と液体フッ素と酸素の混合物と燃料として、プマ、ポリエチレンとポリブタジエンが使用され、イスラエルではポリエステルにおよそ10から20%の火塩素酸アンモニウを混ぜて使用された。この燃料は単独では燃焼しないが、赤炎症酸を酸化剤として使用した場合、およそ2倍の速度で燃焼した。ハイブリッドロケットは液体推進剤が収められた、 圧力容器、タンクと固体燃料が充填された燃焼室から構成され、弁によってこれらの二つは分けられている。水力が必要な時には弁を開けることで燃焼室内に液体推進剤を供給し、点火装置を用いて点火する。燃焼中は液体、または気体が燃焼室内に流れ、蒸発して固体推進剤と反応する。 燃焼の発生によって隣接する固体燃料の表面の境界層に火炎が広がる。1960年代初頭の研究で、非水力と低周波不安定燃焼という二つの重要な問題が解決された。初期の文献の記述では、燃焼工程は燃料の表面近傍で起きると記述されていたが、実際には気化した燃料が燃焼室内で酸化剤と混合して燃焼する。 前端部から噴射された酸化剤は気化した燃料と必ずしも激しく混合されるわけではない。不安定燃焼の原因は酸化剤の気化が少なく、噴射してからしばらくしてから気化するので燃焼室内に酸化剤の密度差が生じ、これが不安定燃焼の一因になる。これを解決する一手段として、噴射装置に酸化剤の加熱装置を装備したところ、 酸化剤の粘性が下がり、流動性が高まり、赤炎症酸を酸化剤とする燃焼効率は60から98%に改善された。燃焼速度は燃焼室の圧力に依存し、高圧燃焼の方が燃焼速度が速まる。火炎素酸アンモニウムのような個体の酸化剤は安全面に問題を抱えているだけでなく、液体の酸化剤よりも性能が低いため、 通常液体推進剤を酸化剤とし、固体推進剤を燃料とするのが一般的である。また、HTPB やパラフィンにアルミニウムやリチウムや水素急増合金を添加することにより高いエネルギーの固体燃料として使用する。ハイブリッドロケットで一般的な液体酸化剤としては液体酸素やア酸化窒素が用いられる。酸化剤として塩素や クッ素も提案されているが、毒性、腐食性等の理由により実現性は低いと考えられる。他に酸化剤として、常温での貯蔵が可能な化酸化水素や四酸化に窒素もあるが実用には至っていない。ハイブリッドロケットでは、燃焼の進行に伴って燃焼室内のポート、通路が広くなってしまうため、完全に反応せずにポートを通過してしまう酸化剤が、 増加する傾向にある、これを OF シフトと呼ぶ。したがって、多くのハイブリッドロケットシステムでは、燃焼が進行するにつれて酸化剤リッチになり、平均飛水力が低下してしまう。また、燃焼速度は固体燃料ロケットの約1、3と遅い。燃焼速度の低い燃料の場合には、複数の穴が開けられた、マルチポート燃料を使用する。 レンコンを想像するとわかりやすい。ただ、マルチポート燃料は体積効率が低く構造が複雑になり難易度が高い。1990年代末に開発された燃焼速度が高く液化しやすい燃料を利用することでこの問題を解決できる可能性がある。適切に設計されたハイブリッドロケットは O、F シフトの影響が非常に小さく、規制力が O。 F 比のピークによらず概ね一定となる。仮に、大きさを2倍にすると事乗3乗の法則により、体積、重量は8倍になるものの、燃焼断面の表面積は4倍にしかならず、単位重量ごとの燃焼ガスの生成量が1、2になり、相対的に水力が不足する。固体燃料ロケットの推進剤の場合には、燃焼速度を早めた。 蘇生の固体推進剤を使用することでこの問題を克服しているが、ハイブリッドロケットエンジンでは燃焼速度を早め手段が限られており、これが大型化、大水力化の妨げになっている。設計が適切で、かつ製造上の問題がない限り、ハイブリッドロケットの安全性は一般的に高い。しかしながら圧力容器が破損するなどした場合には破裂することもあり得る。 推進剤の組み合わせには、エクスプロシブ・イクイビランスと呼ばれる危険性の指標が与えられることがある。これに推進剤の重量をかけたものは、同じ重量の TNT 爆薬が機体を破壊する能力に相当する。固体燃料ロケットで100、液体燃料ロケットで10から20であるのに対して、ハイブリッドロケットでは多くの倍例とされるが、爆発する危険が全くないわけではない。 ハイブリッドロケットの燃料は酸化剤を含まないため単独で爆発的に燃焼することはあり得ない。このためハイブリッドロケットの燃料は TNT 換算では値を持たない。対照的に固体燃料ロケットでは推進剤重量と TNT 換算が近い値となる。液体燃料の場合は一般的には実際に燃焼する燃料と酸化剤の重量に 基づいて TNT 換算値が計算される。これは、総水進材重量の10から20%である。ハイブリッドロケットの場合、燃焼室内に酸化剤を満たした状態で点火しても、固体燃料が全部爆発することはないので、爆発換算値は多くの場合、0%とされる。 固体推進剤の開発の初期には5から 6kHz、およそ2から10%の圧力変動の高周波の不安定燃焼はなかったが、燃焼速度が上がり、この問題が散見されるようになり、ハイブリッドロケットでも類似の現象が散見される。1998年には200機以上のハイブリッドロケットの試射データを含む8年以上に、 渡って蓄積されたのすべての知的財産を取得した。スプスデブは 4.5KN から 1.1MN までに渡る各種の水力のハイブリッドロケットエンジンを試験した。スプスデブが世界最初の民間宇宙船であるスペースシップワン向けに製造したモデルは、それまでに作られた中で最も大きなハイブリッドロケットであり、末端水産機ポリブタジエン、HTPP と、 液体アサンカチッソを使用した。スプスデブ社、2008年12月に、シエラネーバダコーポレーション SNC に買収されたは、小型の衛星打ち上げロケットであるストリッカーと、弾道飛行と周回飛行の両方の能力を備える、有人宇宙のドリームチェイサーを開発中である。ストリッカーと、ドリームチェイサーは両方ともアサンカチ素と、末端水産機ポリブタジエン。 HTPB を使用する計画であった。しかし、2014年夏にドリームチェイサーの推進系では、ハイブリッドロケットは使わず、液体推進系に変更することが明らかにされた。は、1999年に、スタンフォード大学のアーフ・カービアグルー博士、ブライアン・キャンメル教授らによって、液化振興率の高いハイブリッドロケット燃料を開発するために設立された。 直径12.5インチ、水力 13000LBF のエンジンの燃焼試験に成功した。現在はその技術を使用して2010年に最初の燃焼試験を行うために直径24インチ、水力 25000LBF のエンジンを開発中である。オービタルテクノロジーズ社、オービテックはアメリカ政府から ボルテックスハイブリッドの概念を含むハイブリッドロケットの研究のために出資を受けた。このオーブテック社も2014年6月にシエラネーバダコーポレーション SNC に買収された。エンバイロメンタルエアロスペース EEC はハイブリッド推進システムを開発するために1994年に設立された。スペースシップ1のエンジン設計競技に参加したがスプスデブに敗れた。 デンマークのロケットのグループであるコペンハーゲン、サブオービタルズは酸化剤として当初は脳、現在では液体酸素を使用する複数のハイブリッドエンジンを設計して燃焼試験を行った。彼らは燃料としてエポキシ、パラフィン、ポリエチレンを利用していた。ブラジルでは全微重量 7800kg で 20kg の衛星を打ち上げる。 過酸化水素を酸化剤として使用するハイブリッドロケットの概念が検討された。ルーマニアのアーカスペースは過酸化水素、歴性を推進剤として太陽熱気球から発射して低軌道に4 0 0ラムのペイロードを投入するハースを開発していた。いくつかの大学でも近年ハイブリッドロケットの実験がされた。ブリガム・ヤング大学。 ユタ大学とユタ州立大学は学生が設計した燃料に末端水産機ポリブタジエン HTPB 酸化剤に酸素ガスを使用するユニティ4と呼ばれるロケットを1995年に打ち上げ2003年にはより大型で HTPB とア酸化窒素を燃焼させるロケットを打ち上げたスタンフォード大学はハイブリッドロケットの開発に 液層燃焼理論を取り入れた。スタンフォードのグループは、高度 100km に到達しうるペラーグリーン、観測ロケットを開発中である。ミュンヘン工科大学の大学生チームは1970年代から、酸、酸素、アサイカ窒素を、ポリエチレンや HTPB と燃焼する、ハイブリッドロケットエンジンとロケットの開発を始めた。開発には、 地上試験用エンジンと同様に、ドイツ発のハイブリッドロケットであるのような飛行用も、ある。ブラジル大学のハイブリッドのチームは、パラフィン、アサンカチッソのハイブリッドロケットの研究を、行っており、すでに50回以上の燃焼試験を行っている。現在は液化推進剤、数値最適化とロケットの設計に取り組んでいる。ミシガン大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、 ポートランド州立大学、テキサス A&M 大学のような他の多くの大学でも同様に学生によるハイブリッドロケットの研究のためにハイブッドエンジンの試験設備を持つ。ボストン大学の学生によるロケットチームは以前は固体燃料ロケットのみを打ち上げていたがパラフィンと HTPB 固体燃料と酸化剤としてア酸化窒素を使用した数回の地上試験を完了した。 フロリダ工科大学はパンサー計画で試験に成功してハイブリッド技術を発展させた。イギリスを拠点とするラフィングガスチームはドラッグレースカーに4機の脳ハイブリッドロケットを使用する。それぞれのロケットは外径が 150mm で全長が 1.4m である。それらは燃料に食用油を滲み込ませて高密度に巻かれた紙を使用する。ノは 窒素で加圧されたピストン式蓄圧器から供給され、反動を緩和する。アマチュアや愛好家が入手可能なロケットエンジンシステムがいくつか提供されている。これらには人気のあるハイパーテックシステムやラトトワックス、スコヨーリッパーシステムズ、ウエストコーストハイブリズ、コントレイルロケッツやプリプルションポラマーズのような、アーバンスキー、コールバーンバレベド、U、C システムが含まれる。 これらは酸化剤として、ア酸化窒素を使用し、燃料には、PVC やポリエチレンのようなプラスチックや、HTPB のような樹脂を元にした燃料が、使用されている。これにより1回あたりの費用を、固体燃料ロケットよりも低減できるが、全体的に言って、ハイブリッドロケットにはグス、グラウンドサポートエキップメント、地上支援機材が必要である。 2006年6月17日、神奈川宇宙学会 CSS での会合では、気体酸素とアクリル燃料の組み合わせたハイブリッドロケットモーターの実演が行われた。モーターは、トロント宇宙博物館の CSS の展示を担当するロバート・ギッシング、ダニエル・ファーバーとルーク・ストラスによって作られた。工学規格のアクリルのパイプは燃料と燃焼器としての役割があり、 透明なアクリルのパイプを通して内部で燃焼する様子を見ることができるようになっている。燃焼の様子は公開されている。2007年7月27日午前、日本時間、スペースシップ1を開発したスケールドコンポジッツ社がアメリカカリフォルニア州のモハーベ空港で宇宙船用のハイブリッドロケットエンジンの試験を追ていたところ、爆発事故が発生し、3人が 死亡。三人が重傷を負った。粉末状のアルミニウムと微細な氷の粒子を混合したアリスはテルミット反応により推進力を供給する。2009年に NASA、米空軍、バドゥー大とペンシルベニア大が実験を行っている。日本では北海道大学などの産学共同グループがコミューイロケットを開発している。コミューイは燃料ブロックを 複数の段、ステージに分け、段ごとに、ボートの位置をずらすことによって、反応効率を上げ、小型ながら降水力を実現している。2002年から2010年3月まで数回の打ち上げ実験が行われ、うち1回を除いて成功した。秋田大学イノベーション、創出総合研究機構秋田宇宙開発研究所では、 ハイブリッドロケットの開発を進めていて高さは10メートルの日本の大学で所有するものでは国内最大級となるハイブリッドロケット発射台を保有する。首都大学東京では2001年に日本国内初のハイブリッドロケット水力 700N 燃焼時間7秒の打ち上げに成功2011年に総重量17.8トンで2 3 2ラムの 軌道投入能力を有する多段式、ハイブリッドロケットの概念設計が検討された。東海大学では2005年にマイクロワックスとアサンカ窒素を使用したハイブリッドロケットを打ち上げた。室蘭工業大学ではハイブリッドロケットの開発が進行している。和歌山大学では和歌山大学宇宙開発プロジェクト WSP と宇宙教育研究所が ハイブリッドロケットの開発を進める。2015年3月7日、食品メーカーウーハミ各闘、秋田大学秋田宇宙開発研究所、和田豊所長、和歌山大学宇宙教育研究所、秋山遠良所長、国立天文台地理観測所、坂本誠一教授などからなる、ケイニーロケッツプロジェクト実行委員会は、 燃料としてキャンディを使用したハイブリッドロケットの打ち上げに成功した。神奈川大学工学部及び宇宙ロケット部では、のっしろソライベント及び伊豆大島にて、材料費1台80万円の超小型ハイブリッドロケット打ち上げ実験を行っており、2017年には高度4779メートルに到達。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。